NHK 関係者の犯罪が異様に多いことに気がつきます。なぜか全く報道されない事件も数多く、一般の方がご存じない事件も大変に多いです。 NHK 関係者の犯罪のごくごく一部をご紹介いたします。アナウンサー森本武史で田園都市線電車内で女性に強制わいせつを働き逮捕。 NHK ディレクター梶原浩二、タクシー運転手を暴行し骨盤骨折の重傷を負わせ逮捕。 NHK 佐賀支局長脇川貴文、女子風呂に侵入し逮捕。 NHK チーフプロデューサー阿部博文、通りすがりの女性を路上に押し倒し強制わいせつを働き逮捕。 NHK 山形放送局記者鶴本康隆、番組の取材を通じて知り合った女子大生を尾行し自宅を突き止め不法侵入、脅迫、強姦を働き強姦致傷罪で逮捕。余罪もあり懲役21年の実刑判決が最高裁で確定した。これらはあくまで報道された事件のごくごく一部です。 NHK 関係者による犯罪率はどのぐらいかと申しますと、元 NHK アナウンサーで現職国会議員の和田政宗参議院議員が民間企業の約50倍という驚くべき数字を出されています。なぜこんなにも NHK の犯罪が多いのか、私が NHK の現役職員の方にお伺いしたところ、苦情電話は営業局で止まってしまい番組制作現場には一切届かない。なので NHK は一切反省しないし、守られている特権意識で一般人には何をしてもいいという気分になっているのではないか。なぜ NHK はこれほどまでに逮捕者を続出させているにもかかわらず、それが世間に知られていないのでしょうか。それは NHK と民放連の労働組合がともに日本労働組合総連合会、通称連合の傘下であり、思想信条を同じくする同志だからであります。 NHK 関係者の犯罪が報道されないのと同様に、民放各社の関係者の犯罪や不祥事を NHK はなるべく報道しない姿勢を貫いている犯罪隠蔽の仲間同士なのです。NHK は民放各社がなるべく報道せずに世間にも知られていないことをいいことに、逮捕者を続出させて少しも改善しようとする気がありません。私は NHK は反社会的団体、犯罪組織同然であるとさえ思っております。